以前は、1990年代後半の、南アフリカ共和国のオランダ系の元ラグビー選手。ポジションは、スクラムハーフ。南アフリカ代表でのキャップ数は89を数える。ラグビーのプロ化が進んだ90年代で、世界最高のスクラムハーフと言われている。9人目のフォワードと呼ばれる通り、スクラムハーフらしからぬ大型選手であり、鋼鉄の肉体を生かした。 力強いプレイスタイルが特徴的であった。どちらもボア戦争後のグレートトレックでケープタウンからプレトリアに入植したブール人の代表的なせいである。1995年、1999年、2003年にはワールドカップでプレー24歳で迎えた1995年には延長の末ニュージーランド代表を下して世界一となった立役者となり、 1999年のワールドカップではゲイリー・タイヒマンに代わり南アフリカ代表のキャプテンを務めた。2003年ワールドカップ後、家庭の事情を理由に32歳で代表を引退。ちょうど南アフリカの女子陸上選手とのジョージがスキャンダルで流れた時期であった。引退時の89キャップ38トライはどちらも南アフリカ代表として当時最多の記録である。 また、38トライは、現在もスクラムハーフとしての最多トライ数である。トライネーションズのライバルである、ニュージーランド戦には特に投資をむき出しにし、引退時の対ニュージーランド6トライは、デイビッド・キャンピージマシューバークに次ぐ記録であった。2007年ラグビー殿堂入り。2009年、脳出血で倒れたとの報道が流れ、2011年、 運動ニューロン病になったとの報道が流れた。2017年2月6日、以前から患っていた運動ニューロン病で死去。45歳胞打つ。2月4日からヨハネスブルグの病院の集中治療室で治療を受けていた。ありがとうございます。